キムコリンズ、キムコリンズ、キムコリンズ、1976年4月5日隊は、セントクリストファーネイビスの陸上競技選手である。2003年世界選手権、男子100メートルの金メダリストである。コリンズは、1997年の世界選手権で、メジャーな大会にデビューしている。この時は一時予選で予選落ちした。その後、力をつけて行き。 2000年シドニーオリンピックでは決勝進出を果たし7位入賞を果たした。2001年は世界選手権の200メートルにおいて20秒20を記録しセントクリストファーネービス初となる銅メダルを獲得した。2002年のコモンウェルスゲームズの100メートルで9秒98で走りメジャーな大会で初の金メダルを獲得した。しかし、 レース後のドーピング検査で陽性と判定される。だが、これは彼が数年間摂取している薬に反応したものであり、彼が報告を怠っていただけということで失格とはならなかった。2003年にはついに世界選手権の100メートルで金メダルを獲得した。この大会は準決勝で優勝候補のモーリス・グリーンが敗退するなど波乱の展開であった。 決勝は0.02秒の間に上位4人がゴールするという接戦で、その接戦をコリンズが制し、セントクリストファーネービス初となる世界選手権での金メダルを獲得した。2004年アテネオリンピックでは、セントクリストファーネービス選手団の騎手を務め、前回大会の7位を上回る6位入賞を果たしている。2005年の世界選手権では、アメリカのジャスティン・アトリン、 ジャマイカのマイケル・フレーターに次いで3位に入り、銅メダルを獲得。3大会連続の表彰台の栄誉に輝いた。2009年9月、現役引退を発表したが、体調良好を理由に2011年1月29日に現役復帰を果たした。2011年の世界選手権では、ジャマイカのウサイン・ボルトが、フライングで失格になる波乱の展開の中、3位に、 入り銅メダルを獲得。また、400メートルリレーでも3位に入り、この大会で2つの銅メダルを手にした。2012年ドンドンオリンピックの開会式では、アテネ大会以来に大会ぶりに、セントクリストファー・ネービス選手団の騎手を務めた。しかし、大会期間中に妻との面会を代表団、指導部から断られ、それを不服として100メートルに出場せず、 数日間行方不明になっていた。その結果、100メートル以外に200メートルと400メートルアールに出場予定だったが代表から外された。2013年7月4日に行われたダイヤモンドリーグのアスレティッシマ100メートルにおいて9秒97、プラス2.0をマークし、自身の持つセントクリストファーネービス記録を11年ぶりに0秒01更新した。 この時のコリンズの年齢は37歳90日で、これは最年長9秒台記録であり、リンフォード・クリスティと並ぶ35歳以上、世界最高記録でもあった。6日後に行われたハンガリー国際グランプリ100メートルでも9秒99、プラス0.2をマークして、35歳以上で9秒台を2回マーク、した初の選手となった。2014年2月25日に、 フラハで行われた室内60メートルにおいて6秒49のセントクリストファーネイビス記録を樹立すると7月20日にロンドンで行われた100メートルでも9秒96プラス1.0のセントクリストファーネイビス記録35歳以上世界最高記録を樹立し自身の持つ最年長9秒台記録を38歳106日に更新した 2015年2月1日にモスクは3日にトルンで行われた室内60メートルにおいてセントクリストファーネービス記録となる6秒48をマークすると同月17日にウッチで行われた室内60メートルではさらにタイムをめる6秒47の中央アメリカカリブ海大記録をマークした5月30日に行われたダイヤモンドリーグ第3戦 友人大会100メートルでは9秒99プラス1.5をマークし、自身の持つ最年長9秒大記録を39歳55日に更新すると6月13日のセントクリストファーネービス選手権100メートルでは39歳と69日に更新する9秒98プラス1.8をマークした。8月22日には世界選手権100メートルに出場し、 トロイダ・ダグラスが保持していた男子100メートルの最年長出場記録38歳と248日を39歳と139日に塗り替えた2016年3月18日にポートランドで開催された世界室内選手権の60メートルに出場し男子60メートルの最年長出場記録38歳と26日と最年長ファイナリスト記録 35歳と337日を39歳と348日に塗り替え、決勝では6秒56で8位に入った。40歳になってから約1ヶ月後の5月7日に100メートルで10秒09、プラス1.0をマークし、トロイダクラスが保持していた40歳以上世界、最高記録10秒29を塗り替える、5月29日には100メートルで、 自身の持つセントクリストファーネービス記録を0秒03、塗り替える9秒93、プラス1.9をマーク。最年長9秒台記録も40歳と54日に塗り替え、40歳以上で9秒台をマークした初の選手となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。